そっか、もう誰も来ないんだな。竹谷に無理やりこの音楽室に連れ込まれたのは4月。それから週に2回はずっと通い続けてきた。俺は控えのギターだったからみんなと合わせることはほとんどなかったけど、みんなが帰った後1時間くらい個人練習するだけだったけど、それでもこうして今まで続けてこられたのは。なんだよ、やっぱいるんじゃん、このお隣さんがいてくれたから。今までありがとう、音楽家のエリート君。俺は今日でいなくなるけど、お前はこれからも元気でな。ベースもドラムもキーボードも、とどめにボーカルさえもいなくなった軽音楽同好会の、これがラストステージ。もしかしてあなたがギターの人？